こんにちは、たじこです。今日は2020年年末のご挨拶をさせていただきます。今年1年はどなたにとっても激動の年だったんじゃないかと思いますが、私自身も歌手としても、またこう声楽を教えさせていただく立場としても変化に富んだ1年でした。まず歌手としての1年を振り返りますと、3月頃からですね、コロナの影響で年内のお仕事というのはほとんどキャンセルもしくは延期になりました。一方で急遽代役として新国立劇場のオペラの舞台に立たせていただくという、自分では想像もつかなかったような出来事も起こったりしました。このような環境の中でもお仕事をさせていただいて、貴重な経験をさせていただきましたのは、本当に普段から応援してくださっている皆様のおかげだと思います。ありがとうございます。声楽を教える立場としましては、普段は対面レッスンっていうのをさせていただいてるんですけど、春からはオンラインレッスンを始めさせていただきました。オンラインレッスンを始めて驚いたのが、普段、私のところに来てくださっている方がオンラインに切り替えて、自粛中にレッスンしていただくっていうことはあったんですけど、その他には普段知り合えない地域の方が申し込みをしてくださったことがとても驚きましたし、嬉しかったです。九州とか関西とか、最近も申し込みいただくんですけど、静岡の方だったり、あと一番驚いたのは海外にお住まいの方ですね、が申し込みをしてくださって、例えばこう時差を気にしながらレッスンの時間を決めるとか、そんなことを自分のこう教える、講師としての歴史の中で全くなかったことなので、本当に驚きましたし、そういった意味では知り合えない方々と知り合うことができて、私のメソッドを少しでもこうお伝えすることができて、お役に立てていることは本当に嬉しく思います。現在は対面式のレッスンっていうのも再開していまして、コロナの前と違うのがですね、このようにですね、見えるかな、これ見えますかね、これ天井から下げてるんですけど、透明の、シールドを貼って、レッスンをしています。そして換気をしながらですね、で消毒なども徹底して、現在は行っています。あとは、私自身初めての演奏の動画音源をアップさせていただきました。10月の末に、7曲上げさせていただいたんですけど、そういった試みも初めてだったので新鮮な経験をさせていただきました。それに関して今日は一つお知らせあるんですけども、7曲上げさせていただいている、現在の音源なんですけど、この年末をもちまして、大体3曲か4曲くらいに絞らせていただいて、整理させていただこうかなと思っています。っていうのが、また今後も他の曲も撮りたいなって思いが私の中にもありまして、ある程度まとまってきたら CD にさせていただいたりとか、他の、コンテンツで何かこう企画ができたらいいなと思っていますので、一旦3曲くらいにさせていただいて、整理しようと思います。演奏音源の方はすごい、いろんな方からご感想をいただいたり、私の声自体を知らなかった方には、こういう風に歌うんだっていう風に思っていただけたみたいで、いろいろご感想をいただきましてありがとうございました。なので、もし楽しみに再生してくださっている方がいたら、もしお気に入りの曲がなくなってたら申し訳ないんですけれども、またいつか皆さんにご披露できると思うので、楽しみにしていただけたらと思います。来年なんですけれども、こちら の3月3日に、行われます高橋信子さんとの、ジョイントコンサートになります。こちらは、2人でさせていただくコンサートが今年で4回目になります。
現在チケットピアなどでも発売がされていますので、もしご興味のある方は、下の概要欄にもリンクを貼っておきますので、ご覧いただけたらと思います。あとはそれ以降のものも、ブログとかあと SNS 上では発表できるものはどんどん発表していっておりますので、どうしてもこう YouTube っていうのがこうやって準備して撮って編集してとかってやってると遅くなっちゃうので、なかなか最新の情報っていうのはやっぱ SNS の方が早くなるので、もし田島の今は知りたいっていう方が、いるのかな、いらっしゃったら SNS で私を見つけていただけたらと思います。概要欄にもこれ貼っておきますので、よろしくお願いいたします。なんか取り留めのない内容になってしまいましたが、思い立って始めたこの YouTube なんですけど、いろんな経験をさせていただいて、ご縁もつながったり、いろんな自分の価値観も変わったりした部分もあって、始めてみてよかったなと思います。来年もよろしくお願いいたします。それではまた。